ヘリワード・ザ・ウェイクヘリワード・ザ・ウェイクは、ノルマイ・コンクエスト後に、ノルマン人に抵抗して、所領を奪われ、アウトローになった伝説的な、サクソン人貴族で、ロビンフットのモデルの一人とも言われる。ヘレワード、ヒアワードとも。ウェイクは後世についたあだ名であり、注意深い、油断しないという意味で、日本では、油断のないヘレワードなどと表記されることもある。伝説的には、 マーシア博レオフリックの息子とされることが多いが、近代の研究では、その名前と活動範囲から、イングランド北東部に定住していた、デーン人ンではないかと考えられており、以降それに従って記述する。ヘリワードは、ヨークシャーのピーターバラ修道院配下の領主であったが、すでに、ノルマンコンクエスト以前に、ノルマン人に依存する、エドワード・ザン・ゲ王に反抗して、追放を受けている。 その後、フランドル博の下で傭兵をしていたが、ノルマンコンクエスト後にイングランドに戻り、1070年頃襲来したデーン人の一団と共に、ウォッシュワン近くのイーリー島に集結し、ピータズバラ修道院をはじめとして、周辺の攻撃、略奪を行った。1071年に、ノルマン人の追悼を受け、イーリー島は陥落するが、伝説では、ヘリワードは、 逃れて、その後も周辺の湿地地帯に隠れ抵抗を続けたが、やがてウィリアム征服王に降伏し、許されたという。ありがとうございます。